世界終末時計2021年現在は100秒前となっている。世界終末時計は核戦争などによる人類の絶滅を午前0時になぞらえ、その終末までの残り時間を0時まであと何分という形で象徴的に示すアメリカが死臭国の雑誌、原子力科学者解放の表紙へとして使われている時計である。実際の動く時計ではなく、 一般的に時計の45分から正時までの部分を切り出した絵で表される。運命の日の時計あるいは単に終末時計とも言われている。第二次世界大戦中の原爆開発計画であるマンハッタイ計画に参加したことを通じて核エネルギーを持つ戦後世界においては科学者が積極的な社会的責任を追い果たさねばならなくなったことを認識したシカゴ大学などの科学者らは 戦後、シカゴ原子力科学者と呼ばれる会を組織し、その解放、原子力科学者解放において、核エネルギー管理や、軍拡競争の阻止、平和の維持の方法などについて議論した。共同主任編集者であった、物理学者、ハイマン・ゴールド・スミスは、1947年、新たに雑誌の想定となった解放の表紙絵を、芸術家、マーティル・ラングズドーフへと依頼した。 物理学者の夫を持つラングズドーフは一触即発バランスの上に立った冷戦の時代を迎えて核戦争という文明の危機と向かい合ったこれら科学者の切迫した危機感をわかりやすく人々へと伝える必要性を認識しアナログ時計の針として科学者からの見解を視覚的に訴えるアイデアを考案したこうして終末時計が 日本への原子爆弾投下から2年後、冷戦時代初期の1947年にこの雑誌の表紙へとして誕生した。以後、同志は専門家などの助言をもとに、同志の科学安全保障委員会での議論を経て、その時刻の修正を原則毎年一度行っている。すなわち人類滅亡の危険性が高まれば噴心は進められ、 逆に危険性が下がれば分身が戻されることもある。1989年10月号からは、核兵器からの脅威のみならず、気候変動による環境破壊や生命科学の負の側面による脅威なども考慮して、針の動きが決定されている。同志は、時計は未来を予測するものではなく、医師が検査結果だけでなく、問診などを通じて総合的に診断するときのように、 指導者や市民が社会状況の治療を行わない場合に起こる危険性を要約するものだとしている。これまで最も分失が進んだのはイランとアメリカの関係が悪化し核戦争の危険性が高まった2020年及び2021年の100秒前、最も分失が戻ったのはソビエト連邦の崩壊により冷戦が終結した1991年の17分前である。 終末時計はいわば仮想的なものであり、原子力科学社会法の新年号の表紙などに絵として掲載されているが、シカゴ大学にはオブジェが存在する。ありがとうございます。